日本の選手で行け。じゃあ、ダルシッ、メジャーリーガー使わないでね。うん、真ん中行こう。まあでも逆にやっぱりダルビッシュとか大谷はもう球分かっちゃってるから。いやいや、この下。あ、下。どう、そこ。こっちだ。あ、わかりました。ここだけなんです。そうですね。でもどう？チルは来てます。はい。チルか。はい。コースサイド測って。宇田川大成。はい、ここの構造を2つやったら間違いないな。1、2、4、はい、大勢それいかんね。うん、だから昨日もちょっと飛び出してんだよな。フォアボールはね、ちょっとね。そうなんです。いや、ノーアウトのランナー絶対ダメだよ。うん、大量得点になっちゃう。まだ置いてくれ。今度あの穴開けるとこ。はい。あ、紐。うん。
これはそっちからあの穴開けた時に、はい、先っちょが出たら今度逆の方からいけ。ああ、あのバリバリになる。うん。あ、そうか、湯浅もいるんだ。うん。よし、ゲッツ。これ完璧、完璧。これさ、はい、あのこの系統の、はい、あの船が向こうにあるから、はい、どれにあの穴開けてるか、ちょっとカード言ってください。はい、どう？ショートバキってきそうで。拍手来ない。ちょっと押したいですけど。あ、来たか。ちょっと来た。ちょっと来た。ちょっと来た。ちょっと来ちゃってました。やると思います。割れちゃう。ホームの誰だ。だから言ってみて、あれ俺はダルビッシュが一番不安だっての。まだ仕上がってないですもんね。見てて。想定内だけど嫌だな。想定内だけど嫌だな。フォーク、フォーク全然落ちなかったな。どう？2つ、3つだとちょっと動かないんですけど。動かない。3つだと動かないです。あのこちょっとここ刺さっちゃうんで、で2つでここら辺まで。それがですけど、いい重さ、滑りすぎじゃないんで。まあ滑りすぎでもさ、はい、たくさん乗せなきゃいけないから、はい、そのこの辺まで砂がこう確保するんで。あ、本当ですか。はい。ここの2人も。え？ダルビッシュ。ぜひさせ。そう簡単にあるね。ヒットされた。じゃあ正解。どこ今回刺さるとこ言っとけ。刺さるってここがこうなんですかね。もちょっと高いところこう上下するんですけど、ちょっと山のところにこうズボズボっていっちゃう。ですけど越えるとこれが上に上がれば、これっていうのが何ですかね、砂の上に行けば滑ります。かなり滑ります。だからこうや波があるんで平らじゃないんで、だから逆にいいのかなと思って刺さって
こっちの置いたらもう無理です。そう、後ろの置いた。はい、後ろで。まあ、でもいい重さかなと思いますけど。やっぱちょっとこう、ちゃんと分けてるんで。分けていい。分けていい、いい重さかなと。こういうとこは考えない。あんまり人が。考えないと、はい。ちゃんとこう、砂が分かれてる。うわ、まさかバッコリ行かれたらね、バッコリ行かれたら逃げ入っちゃいますからね。意外とダルビッシュストレートで押さねえんだわ。変化球、全部変化球行くから、ストレート見せてカノフだったらさ、だから前ほどスピード出ねえんだよな。だからアウトコースの低めにキュッとこれがなくなってるんだよな、落ちる球がシュッと決まらないんだろうな。先手おれ。おお。最初に打ち取った。うん。ゲッツー聞いたな。エンディ、勝ったよ。勝ったよ。あーでもいい勝ちか。いや、昨日はそれちょっと。上にかかってるやつ、ゴム。あれ、
チあります。え？ピンチかなんか。どうするの？ストップです。まあまあちゃんどういうこと、そんな滑りいいもんすか。え、そら滑りいいよ、だって よいしょ。